ここをもっときれいにしましょう。あたしの祝福だ。頭に気をつけて。
これが私の実力です。
全て正常です。いいタイミングで来てくれましたね、隊員。以前にも話しましたが、臨時基地を整頓しようと思います。ここはやっぱり粗末すぎると思います。今後の行動のためにここに置く物資が必要になります。ナイルが街で品物をいくつか発見しました。セントフォンテーヌの異変が発生する前のものだと思うので使えるかもしれません。荷物運びにも人手がいると思います。同行してほしい相手はいますか？5本。ええ、それがいいでしょう。彼なら物資の位置も把握してますから。今回の行動は計画外のものですから、自身の安全が最優先です。不必要な戦闘を避け、なるべく早く帰ってきてください。ブローニャ、戦場に到着しました。親友、僕と再び行動を共にして何か感想はあるかい？まるで僕たちが離れた後の空白を埋めるかのように、最近はずっと一緒にいるよね。そりゃあもちろん、臨時基地に娯楽系の設備が一つもないからだよ。早く面白いものを見つけないと退屈でどうにかなりそうだ。以前はセントフォンテーヌの景色は唯一無二だってよく聞いてたけど、今はこんな風になってるなんて本当に残念だよ。それってセーフレイヤ学園で流行ってるジョークかな？結構ユニークだね。さて、そろそろ出発しよう。僕が道案内するよ。0019、偵察ユニットの状態を確認。行動開始。この辺りなんだけど。策的に集中してください。何か使えそうなものはないか、手分けして探そう。行動開始、急ぎましょう。次の行動座標に向かいます。急ぎましょう。行動開始。先輩、全部持って帰っていいんですか？行動開始。策的に急ぎます。行動開始。これはいいね。少なくとも休憩するときにもっとリラックスできる気がする。この前たまたま第三小隊の臨時基地を通ったけど、まさか椅子が一個しかなかったとは。大変だったんだな。貫通。はっはっ。収束モード、チャージ完了。
バイクがあればいいんですが。君、戻るときは僕の近くに寄らないでくれ。急ぎましょう。行動開始。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。0019、偵察ユニットの状態を確認。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。索敵に集中してください。どうやらまた手分けして作業する時が来たみたいだ。僕が物資を探してくるから、怪物たちは君に任せたよ。先に言っておくけど、別にサボろうとしてるわけじゃないから。隊長も言っただろ、戦闘を避けるようにって。僕は悪くないからね。このタイヤをどうするかもう思いついたから、絶対に壊すなよ。はい、隊長。やあ親友、思っていたより少し遅かったね。はあ、ここはさっきの場所ほどじゃなかったよ。タイヤがいくつかあっただけだ。一緒に持って帰ろう。物資が足りない状況だから、いつ使うかわからないしね。けど異変があったからかな。セントフォンテーヌの暮らしはあまりにも花がない。行こう。基地ライフを豊かにするものを見つけないと。私でアルティメットブレイド完全解放。警戒を緩めないでください、隊員。
ブローニャ、戦場に到着しました。先輩、全部持って帰っていいんですか？次の行動座標に向かいます。崩れたばかりみたいだ。今度こそ価値のある物資は見つけられるかな。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。私に運ばせてください。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。全力で戦う。やっぱりこうなると思ってたよ。道理で崩れたばかりのように見えたんだ。親友、人生って伏線だらけだよな。覚醒する地味勝ちです。来たる。なしか。君の腕が良すぎて残念だよ。君が弱かったら僕だって冗談で、少なくとも怪我という収穫があったなんて。やっぱり計画通りに市の中心部を見て回ろうか。この物資だけだと持って帰るのも恥ずかしいし。第三小隊の先輩はとても頼もしい。私も頑張らなきゃ。まだ任務中です。集中してください。今行きます。隊長から任された任務ちゃんとクリアしなきゃ。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。機動力に、この道は、ここはまあ悪くないかな。こういう暮らしの気配がする街が恋しいね。任務が終わったら一緒に一杯どうかな。まずい、僕は今危ない言葉を口にしちゃった。とりあえず物資を探そう。今度こそ収穫があるって僕の勘が言ってるんだ。いつから失おや、親友、これは最高だよ。この家具だけで臨時基地の雰囲気が一気に変わる。
ほら、バウンティーハンターがよく行くバーってあるだろ？わかる？親友、冗談はやめろって。しかし、残念だ。もっと人手があったらよかったのに。僕たち二人だけじゃ持って帰れないよな。いや、ダメだ。カウンターチェアだけでも持って帰りたい。でないとまた無駄足になってしまう。え？厄介な敵だ。今回は奴を避けよう。待って親友、早くそいつを止めてくれ。あそこにはもっと大事な物資があるんだ。第三小隊の先輩は承知した。了解。分かった。了解。君が見てるこれだよ。僕たちの目的を忘れないでくれ。退屈な臨時基地に楽しみを増やすことだろ。こいつを舐めてもらっちゃ困る。こういう場所で任務を行うときに楽しい気持ちをキープするのは想像よりもずっと大事なことなんだ。それに全てがうまくいけば打ち上げとしてカラオケ大会を開くこともありえるだろ。ブローニャ隊長は歌ってくれるかどうかわからないけど。ほほん。僕がいつも言ってるように天才は孤独だからさ。僕だって彼らのことを理解できないよ。とにかくこれで十分。そろそろ帰ろう。基地の模様替えもあるからね。了解。分かった。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。了解。資料は全て頭に入っている。ふっふっ、人格です。サン、私の指示に従って。ふっふっ、さっき完成。わかった。
ブローニャ、戦場に到着しました。私の完成。行動座標に向かいます。Thank you.
誰にも我は策がある。この戦闘は勝たなければいけません。勝負はもう決しました。覚悟してください。こちらです。ついてきてください。全力を。まだまだです。任務クリア。次の場所に行きますよ。この戦闘は勝たなければいけません。
正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。さっ、せっ、はっ、
私の番ですね。せっやっ全力はっ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 。想定内の結果じゃ。この戦闘は勝たなければいけません。勝負はもう決しました。覚悟してください。
ぱい。大臣収集。使命は果たしたぞ、艦長。人の世、物とは見せぬ桜の花。昼夜が移り変わる時こそ、わらわが動く。移動開始。承知。ほえ、大黒丸。下道六番、はい。震えなさ。はい、断罪の名において。はい、夜の権限。想定内の結果じゃ。この種たた新しい
野が移り変わる時こそわらわが動くと危険な時だ。今雷神中心の結果じゃ。昼夜が移り変わる時こそわらわが動くと好きだ。これ今雷神中心、今雷神中心制裁の雷神中心。想定内の結果じゃ。昼夜が移り変わる時こそわらわが動くと承知した。ファンこれ昼夜が移り変わる時こそわらわが動くと移動開始。ブレディア制裁の雷神。
昼夜が移り変わる時こそわらわが動くと戦えたら雷神集中どれ震えなくて才能いかずちはっカッカッカフリーズWe'll be right back.
人中心。使命は果たしたぞ、艦長。昼夜が移り変わる時こそ、わらわが動くと承知した。今、雷神中心。
ボロニーと同じ深夜に行動するタイプですね。ハイペリオンの高校日誌、うん、思ったより面白いです。